どうも佐藤商店でございます。今回はレトロなゲームに挑戦しようということでスターソルジャーをやっていきたいと思います。ただスターソルジャーをですねやっていても面白くありませんので、左上の操作画面を見ていただけるとわかるのですが、右手はですねジョイスティック、左手は通常のコントローラーを使って操作しております。なぜこのような形になったかと言いますとですね、今度スターソルジャーやるからジョイスティックでも買ったねと思ってですね、ヤフーでポチッと押してしまいました。5000円近くもしましたが、しかしやってみたところめちゃめちゃやりづらいということで、これはいかんということで、自然と左手が通常のコントローラーを握っていたという形になりました。あの有名な高橋名人は YouTube でですねジョイスティックでやるのを拝見しましたが、すごいですね、ほんと神業だと思います。逆にですね、僕のやっているやり方はあんまり見たことないのではないでしょうかということで、だからですね比較しようがないのですが、まあこれはこれでありなのかなと思っております。続いてですね連射の方なんですが、私結構連射得意でありまして、小学校の頃シュウォッチというですね連射を測定するおもちゃが流行りまして、まあなんとなく自然とできたような、そんな記憶があります。まあ今でもですね久しぶりにやってみたのですが、まあ、よりですねパワーアップしてですね、持久力も増して今現在やっているのですが、まあ手はパンパンです。さすがに15時間ぐらいやってるとパンパンになりますね。まあ、それでもですねなんとかやっているのですが、今度ですね今シュウォッチ持ってますので、今ちょっと電池がないのでね、一回測ってどれぐらいなのかちょっと測ってみたいと思います。あの高橋名人が1秒間に16発ということなので、それにどれぐらい差があるのか、まあ、そんなものを検証してみたいと思います。続いてスターソルジャー、いやー難しいですよこのゲーム。これはちょっと裏技をやってですねやっているのでまだいいのですが、それでも難しい、この裏技はですねいきなりこういうパワーアップした状態からスタートできるという裏技なんですが、まあそれにしても難しいです。全部クリアしようと思ったのですが、だいたい最終面あたりでちょっとやられちゃうというかですね、やはり普通にコントローラー握ってやった方がやりやすいのかなって思います。まあジョイカードがあったら一番いいのかなとは思うのですが、まあ今回はですね、まあ、ジョイカードを使わずに、自分のですね指先だけで、勝負したいということで、はい、そしてですねこれからの佐藤商店ですね、今後の予定といたしまして、特に私ジャンル決まってないのですが、まあ、これまでですねグランツーリスモ、そして鬼滅の刃などをやってまいりました。そしてですこれからも、レトロゲームやっていこうかなという状態なのですが、まあ、それはですね、これからのですね視聴率や、再生回数を見てですね皆様のニーズに合ったですね、ゲームを配信していくかなとそう考えております。レトロなゲームから PS5 まで頑張って配信していきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いいたします。ということで次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。
Thank you.